った痛かった。あ、野球やってる。でしのぶさんが映ってました。なんか大人っぽく見える。多分ね、今日前髪がいつもの感じと違うんです。このちょっとおしゃれ前髪、いつもこう結構束の感じのこう分けてるんですけど、今日はこういうちょっとファファファって感じで。まつげそんなに上がるの羨ましい。これね、まつエクです。つけてるよ、まつげ。そんなの。でも自まつげ自体は結構上がりやすい人なんですけど、量、長さとあんまりいつもマスカラ塗ってセパレートに綺麗にできへんから、ちょっとまつエクにしました、お試しで。紅林さん絶好調やったらしい。え、そうなんや。いいな、いいな、見たいな。かゆ。今日も4に投票するね。どうもありがとう。インスタの写真めっちゃ好き。嬉しい、コメントしてくれとったよね。嬉しかったよ、顔かわいい、嬉しい。ちょっとメイクがほんのちょっとだけ違うけど今日は、でもこっちの方が調子良さそうなので、明日からはこういうメイクにしようと思っています。お疲れ様、お疲れんたんです。お疲れ様、お疲れ。コンサートもお話し会もポチポチしといたよって、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。4日の昼公演に姉妹で行きます。お、来て来て。夜も待ってます。昼夜皆さん来てください。4日。こんばんは、こんばんは。ちょっと下向いた感じか。どこ、いつのタイミング。ありがとう、久しぶりの恋と楽しみな。お、嬉しい、楽しみ、嬉しいよ。来て来て。かむし、かめ、かめかめやねんけど、かめ戸籍応募した、ありがとう。当たったらぜひ、あの、かわいくカレンのこといっぱい撮ってください。もうカレンだけを撮ってください。欲張り発言。笑い方かい、ほんま？どうやって笑ったか忘れちゃった。ありがとう。こんばんは、こんばんは。でもさ、愛嬌ある人って可愛いよね。だからなんか最近はこう嬉しいことがあったらもう嬉しいっていうのを前面に出そうって思うようになりました。なんか恥ずかしいなとかあったんやけど、でもこう人のことを見ててもやっぱ嬉しい時にめっちゃ嬉しそうにしてる人とか、すごいありがとうございますとか笑顔で言ってる人めっちゃ好きやから、彼もそうなりたいなと思って、愛嬌のある人になりたいです。彼愛嬌ある？あるの？ある？こんばんは、こんばんは。愛嬌ありますか？モテる女の子やん。そうなん、あ、でもそうやね、男の人から見てもきっとそうやんね。彼から見ててもやっぱそういう女の子可愛いなって思うもん。可愛いよね、愛嬌ある人。笑顔が好きやね、嬉しい。ありがとう。1枚あたりは結構短いかもしれないですね。全然話せないっていうこともないんですけど、でもやっぱりちょっと短いかもしれない。あっという間かも。結構リプリプル、あー嬉しい。歌番組とかに出るの、出てほしいな。出たい、出たいです。 Let's enjoy。 彼の声分かりやすい？せーのとか分かりやすいかな。結構ママには彼の声するって言われて、せーののところ。髪の毛明るくなった？いや暗くなった。結構ね、めっちゃ明るかったんやけど、めっちゃ暗くなりました。今ね実際で見ると結構黒髪に近いくらい暗くて、でも
ピンクを入れたので、ほら今のこの感じで結構光に当たるとこれくらいピンクが分かるかも。でも実際結構暗くなったんです。どうしたら分かるかな。結構暗くなってん。そういつも染めたてはね暗いんです。そこでライトに近づくと明るく見えちゃう。せーのはよく分かるって言ってくれてる。お、分かる。やっぱりそうなんです。ピンクにするとね結構暗くなるね。紫っぽい色になって、抜けるとオレンジとか黄色みたいな明るい色になるんですけど、染めたてはねこういう暗い紫みたいな色です。これから明るくなっていくの。そうですね、すぐね色明るくなっちゃうんです。すぐ抜けちゃうんです。困っちゃうね。初披露劇場で見えたの嬉しかったね。来てくれたもんね、嬉しかったよ。黒髪も素敵。結構してないですね黒髪は、はい、嬉しい。昨日高校卒業しました。おめでとうございます。おめでとう。誕生日プレゼント送らせてもらいました。おい、もう送ってくれたの、ありがとう。リプリプル可愛い、嬉しい。なんかねいっぱいいろんなとこで歌えたらいいんですけどね。あの衣装枯れたらしいなってなった。ほんま？ほんま？嬉しいね。チラッチラッ。ストレート最強だった。お、やっぱストレート良かったですか。でもストレートの時はここのこの髪を結構少なくしてるんですよ。この毛を巻きの時はこれ多めに出すんですけど、薄めにしてて良かったかな。なんか久しぶりにこれくらい薄くしたから結構ドキドキした。なんか薄すぎたかな。しかも段の時は多めに出してたのに、着替える間にちょっと薄くしてもらったんです、みゆきさんに。薄い方がすっきりしてるように見えるかもって思って。これくらい薄めにしてました。これはまだちょっと分厚いかも。けど「パシフィコ応募したよ」って、嬉しい、来てください。3月19日の受付がねもう今回でラストなんです。びっくりじゃない。なんですけどまだピケポン出てないので、ぜひ行くよって方いっぱい来てほしいです。待ってます。誕生日の4日後にねせっかくイベントがあるんです。嬉しすぎる。3月19日は神奈川県パシフィコ横浜であります。4、5部がミニボトムスと2ハイブーツ、6部が連番企画ということで、ピンクのものを持ってきてほしいです。ピンク連番してください。7部が春コーデお楽しみに、8、9部がワンピースとなっております。お昼12時までとなっております。お話し会、握手会、写メ会、来てください。握手会説明中に切れました、ごめんなさい。そう、3月19日彼の誕生日の4日後になんと東京、神奈川、パシフィコ横浜さんであります。個別握手会ぜひ来てください。カレンとブルーベイ、イエベ、両方やと思う。どっちもって言われる。ぜひ誕生日の4日後にお祝いに来てほしいです。こんばんはって、こんばんは。パシフィコ横浜申し込みしたよって、ありがとう。いっぱい来てください、まだまだ空いているので、ぜひ。彼の誕生日4日後いっぱい来てくれないと寂しいです。にぎにぎ会応募しました、ありがとう。握手いっぱいしましょう。久しぶりやもんね、握手できるのも。皆さんと握手するの久しぶりです。横浜も行きたかった、来てよ。ちょっとだけ会いに行くな、ちょっととは言わずたくさん会いに来てください。みんな来れない方が多いみたいなので来てください。悲しい、寂しい。
明日は早起きです。早起きで行ってきます。なんで今日早く寝ないとです。家の時計壊れすぎてて今2時さしてるんやけど2時なわけないやん。横浜行くよ、ありがとう。大阪はちゃんと撮ってるので来てね。横浜456部購入済みってありがとう、ありがとう。今10時10分絶対ちゃうよね、まあ、2時やわ家の時計。びっくりする、朝起きてきた時もびっくりした、んって目覚めたわちゃう意味で目が覚めました。そして個別握手会は大阪でもございます。4月29日大阪インテックス大阪で4、5部なんですけど、4部ペケボンありがとうございます。5部はミニボトムスと2杯ブーツ、6部が連番企画ということで、ぜひピンク色のものを持って来てください。7部が春コーデお楽しみに、8、9部がミニスカタイトワンピースとなっております。ミニスカを履いちゃうよ、来てくださいネジならもう寝なくて、そうやで、もう寝なあかんわ、おやすみって言いたいとこやけど、ほんまに明日早いので今日は早く寝ないとなんです。緊張しそう、ほんま、じゃあ緊張しに来てくださいお待ちしてます。ママ氷食べてる、写メ会と握手会かな、お話し会かちょっと追加する、ありがとう、来て来て。789おもっと来てください、皆さん。大阪での個別握手会が4月29日そして写メ会もございます。次の日ですね、4月30日大阪インテックス大阪さんで456789待っているので、一緒に写真撮ってください。一緒に写真撮れるイベントは写メ会でしかないですよ、来てねみんな来てくれないと、彼が撮りたいと思ってても撮れないので、皆さん来てください。2杯におやつっていう、そう2杯いつも好評なので、インスタに載せたりした時もだから2杯を取り入れてみました。ぜひ来てください。リプリップルのポーズってどんな、みんなこれって書いてるよね、よく、だからこれかな。行くやんって、来ていっぱい来てください。そして大阪の日ね、4月29日か、第4部ペケポンありがとうございます、めっちゃ嬉しいありがとう、この調子でもっといっぱい写メ会も握手会もペケポン増えますように、よろしくお願いします。写メ会は今後数年ないよね、そうなんかな、そうなるんかな、ぜひ来てください。めっちゃピンク、そうピンク、あ髪の毛かな、来てね、お待ちしております、来てください。そしてオンラインお話し会も受付中となっております。マイオーレ計画集中攻撃は4月22、23残すところあと4月22日が5、6部22歳年にはお祝いしようの日、そして7、8分もお祝いしてください。で23日がティアラコーデということで、アルバム選抜ありがとう4、5、6部、7、8部となっております。で今回アルバムの選抜に復帰することができたのでお祝い企画となっているんですけど、シングル選抜復帰はまだ叶っていないので、皆さんシングルの選抜次会った時に必ず入れるように応援よろしくお願いします。皆さんのこの会いに来てくださるパワーがとっても大きなパワーになるので、次のシングルで必ず選抜に入れるようにたくさんたくさん
会いに来てください。一つでも多く会いに来てくれると嬉しいです。ピケポンもっと増えますように。そうなんです。油断できないので、本当にアルバムの選抜の序列が崖っぷちなので、必ずシングルの選抜復帰を叶えたいです。オンライン買い足してありがとう。トークってなかなか会われへんもんな。ありがとう。いっぱい会いましょう。せや、来るの忘れたらあかんね。たまに忘れちゃうからな。いっぱい会いに来るってありがとう。来て来て。オンラインポチポチします。来て来て。来てください。お待ちしてます。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。ぜひ他はね、最近 MV 公開されたリプリプルの日が5月14日日曜日789部と5月27日789部となっております。27日の方はおでこを出すので、ぜひでこ出し、でこ出さない日、どちらも来てください。リプリプルの感想、ここ好きだよとか。教えてくれると嬉しいです。こんばんは、こんばんは。シングル復帰叶えようって、いつまでも多くまた会いに来てね。お待ちしてます。こんばんは、こんばんは。そうですね、会えるイベントも会えるので、いっぱい直接話したりするんですけど、オンラインはオンラインでね、なかなか遠く離れてたり、お仕事中だよって方も、休憩時間が合うよって方はご参加いただけて、すごく気軽に参加していただけるイベントとなっているので、ぜひオンラインも来てください。できるだけポチポチ頑張る。ありがとう、めっちゃ嬉しい。いつもありがとう。ベレー帽バージョンもかわいい。え、ね、ベレー帽が結構好評で嬉しかったです。あの、レッスン着風の方の MV のね、中にあるレッスン着風の好評で嬉しかったです。カレンダーの力に少しでもなれるよ。ポチポチ完了済み。ありがとう。めっちゃ嬉しいよ。出張中だけど、今からポチポチします。ありがとう。頑張ってね。そうなんや。こんばんは、こんばんは。来てください。誕生日まであとちょっと。あ、よく考えたらほんまにあとちょっとやん。今日2日やもんね。あと13日後です。みんな彼の誕生日とか覚えてくれてますか？じちゃんと覚えてくれてますか？じってくれてる？ダンボール山盛り予定です。ほんまにそうやんね。本当にありがとうございます。大きな山を作ってください。本当にありがとう、嬉しい。最高ってくれてる。嬉しい。最高ってくれてる。ピンポンピンポン。ガクガクブルブルしています。こっちさんも大きなお山を作ってください。最高って書いてる。楽しみです。やっぱお誕生日当日はファンの皆さんとかもいっぱい毎年ツイートしてくださるのが楽しみなので、今年もワクワクしてます。いつもありがとう。もう22歳になるんやなっていうびっくりの気持ちと、よし、あれですよね、15日やと思ったら、その4日後にも皆さんに会えるかもしれないのでね。しかも握手もできちゃうので、久しぶりに、めっちゃ久しぶりに皆さんと握手できるので楽しみにしてます。3月19日ね、それが3月19日なんですけど、パシフィコ横浜で関東になるんですけど、ぜひぜひ誕生日8日後に握手しにいらしてください。楽しみにしてます。来てください。3月19です。握手会も写メ会もお初です。ありがとう。本当？イベント自体が初めてなんかな、カレンがとかじゃなく。
嬉しい。今来たピロありがとう。初めて抱く人手を握れる自信ないですだっていつもさリアルお話し会でももうさっき離れようとしちゃうもんね。悲しいよでも理由聞いたらちょっと嬉しかったけど可愛いなって思いました。握手会めっちゃ行ってみたい。来てください。もう明日のお昼12時までの受付なので終わっちゃうのでぜひポチポチしてください。横浜楽しみ。横浜に来て。19日の受付今回で終わります。明日のお昼12時まで。カパッパさんありがとうございます。みんな来てね、お待ちしてます。こんばんは。こんばんは。遠征しました。ありがとう。してくれるの京都から。嬉しい。来て来て待ってるね。みんなも気をつけて来てくださいね。楽しみにしてるけど。こんばんは。こんばんは。はらちゃんのシャメ会応募して、わっありがとうございます。来てください。いっぱい楽しみ。そう、皆さんシャメ会はね約3年半ぶりの復活のイベントで、しかも1日しか開催されない限定イベントですので来てください。大阪インテックス大阪であります。シャメ会は4月30日大阪。しかも NMB48 のお衣装を着てるカレンと写真を撮っていただくことができますので、とってもレアとなっております。衣装着てます。来てね、お待ちしてます。来てください。じゃあもうちょっとしたらそろそろファンクラブの方に切り替えようと思います。ピロピロ広場に行きます。ぜひファンクラブ入会してないよって方はご入会していただいて配信を見ていただけたらなと思いますけど、来てくれますか。シャメもワクワク、握手の距離ドキドキ。来て来て。寝ないの。寝たいけど、でもとっても大事な握手会とかの受付なので配信をします。本当に大きなパワーになるので、で1枚でも多く会いたいなって思ってもらえるように配信します。来てほしいので、一緒に移動しますって。ありがとう。もち行くってありがとう。行きまーすゆきつんさんのキャッチフレーズ思い出した。初めてから緊張するって。緊張しに来てありがとう。楽しみにしてます。ではでは、そろそろ移動します。またね。来てくれた方ありがとうございます。明日のお昼12時までの受付、お話し会、握手会、署名会来てください。ガールズペディアさん3月6日発売、そして NMB48 4枚目のアルバムダンは3月8日発売となっております。ぜひぜひタイプ B ゲットしてください。適者にカレンがいてます。またね。またね。 FFF さんありがとう、いっぱい書いてくれて。ではでは、ファンクラブに行きまーす。みんな会いに来てね。3月19日ラストチャンスですよ。来てね。